東谷山フルーツパーク一図、東谷山フルーツパークは愛知県名古屋市森山区の東谷山麓にある公園施設である。果樹を中心とした植物観察や散策、果樹栽培の講習、相談など多目的な利用がなされている。春や秋にはイベントも行われて多くの来園者で賑わう。付近一帯は名古屋市近郊の桜の名所としても知られる。 南側は、尾張旭市にある、愛知県運営の森林公園に接している。また、北側は、省内側を隔てて、春日市の構造自治区に、東側は、瀬戸市の本郷町、水野地区にそれぞれ接している。東側には、名古屋市の最高峰の東谷山があり、第一駐車場付近から山頂まで750メートルの東谷山散策路がある。 公共交通機関でのアクセスの場合、名古屋市営バスが、東谷山フルーツパークバス停まで乗り入れているが、バス停からさらに坂道を登る必要がある。他のアクセス方法としては、JR 中央本線、愛知環状鉄道、愛知環状鉄道線構造寺駅から徒歩25分、または、名古屋ガイドウェイバスガイドウェイバスしだみ線、東谷橋バス停から徒歩15分。 東名高速道路森山スマートインターチェンジより10分程度で到着できる。署名著者、編集者、ありがとうございます。